どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。それでは内容に入るその前に、オンラインサロンで楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談の方もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、トイレの教え方ということでね、私もね、トイレはたくさん出してるんですけども、何本もね、やっぱり出してはいるんですけども、やっぱり都度私のね、考え方とかね、あとはね、一番が今ってリモートワークとかでね、お家にいる時間が長い方も、ね、いらっしゃったりすると思うんですけども、やっぱりね、人の生活もね、変化していくと、ワンちゃんのね、そういうね、しつけとかね、トレーニング事情も変わってくるんじゃないかなと思いますので、今私がね、思っている一番大事なトイレの教え方っていう話をね、していきたいと思います。まず一つ目として、一番大事なものって、私はね、何を差し置いても環境だと思うんですよね。もうこれがちゃんと整ってないとトイレを教えるっていうのは難しい。ただからといって、私たちも住んでる家の広さだったりとか、そういうのってまちまち、やっぱり間取りも違ったりするので、一概にこうがいいですよとも言えません。ただすごい大事なことって何かっていうと、やっぱりね、環境で、その環境って何かっていうと、ワンちゃんの寝床とトイレがちゃんと分けられてるか、あとはワンちゃんにとってトイレと寝床が分けられるだけの適正な広さがあるかどうか、これがね、環境の中では非常に大事になってくるんじゃないかなって思ってます。あとはやっぱり人に見られたくないタイプの子だったら、やっぱりね、人の目につかないところにサークルを置いてあげたりとかね、そういったこともね、大事になってくるんじゃないかなとは思うんですけども、まず一番が私の中で気にするところは広さですね。ワンちゃんってトイレって広すぎても失敗が増えるし、狭すぎてもね、今度トイレしなくなったりとか、また寝床とね、トイレが一緒くたになっちゃったりとか、そういったことが起きるんじゃないかなって思ってます。その適切な距離っていうのが、その子その子によっても結構違ったりするので、初めはね、サークルは正直に言うとちょっと気持ち大きめぐらいの方がいいかなとは思ってますので、もしかするとね、サークルを使うっていうよりは部屋の一部をね、区切るみたいなイメージの方がいいのかなと思ってます。なのでトイレ教える時には、まずは広さの方で確認してあげるのが非常に大事なんじゃないかなと思いますので、ぜひね、広さ気にしてみてください。2つ目は理解ですね。ワンちゃんの理解力っていうのが非常に大事になってきます。子供の時にやっぱり一番大事なのが、興奮しやすい子ほどやっぱりトイレの失敗率が非常に高い。なのでトイレの失敗率が上がっちゃうのが興奮っていうことで、逆に言うと興奮が抑えられれば理解してくれる可能性は非常に高くなると。なのでたくさんね、お散歩行ってあげたりとか、あとは遊んであげることもね、非常に大事で、ワンちゃんたちがね、満たされてくると、家の中で興奮することが減ってくると、トイレの成功率が上がるというね、データがうちでは取れてます。なので運動量イコール理解って言ってもちっちゃい時はいいんじゃないかなと思っていて、ただですね、自力でトイレまで行かせるっていうのが最初から難しい子たちも中にはいます。なのでただ単にね、環境整えて運動だけ取ればいいんだっていうことじゃなくって、都度ね、トイレまで誘導してってあげたりとか、またね、おしっこできた時には、おやつやフードで褒めてあげたりとかっていうのは必要なんじゃないかなとは思います。私たちがね、どんな風にしたらいいのか、やっぱりね、支えてあげなきゃいけない部分ってあると思いますので、そうそれっていうのは教えてってあげないと、覚えるっていうのは難しいんじゃないかなと思いますので、そこもね、見ていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。やっぱりね、ある程度ワンちゃんたちが成長して理解力上がってくるまでに、デタラメなトイレをワンちゃんたちに覚えさせないっていうのが一番大事じゃないかなと思いますので、やっぱりね、失敗繰り返していくうちに、失敗ってね、我々からすれば失敗なんだけども、ワンちゃんたちにとっては失敗って学習なんですよね。なので失敗を続ければ続けるほど、確かなトイレの失敗に近づいていくっていうことなので、ワンちゃんたちもね、理解力ってまちまちです。なので間違えやすい子だったら、床に例えば玄関マットだったりとか、いろんなものが敷いてあったりとかするとね、トイレと間違っておしっこしちゃったりとかね、それがまた癖になったりすることもありますので、ワンちゃんのね、暮らしてるゾーンからはね、そういったものを撤去していただいてもいいと思いますし、あとはね、ワンちゃんの中でもここではおしっこしないよねっていう触り心地とかね、よくね、足の裏の感覚でなんていう話をするんですけども、でワンちゃんたちが、あ、これだったらね、しないかなとかっていうのを、私たちもね、素材とかもね、選びながらやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、ぜひね、いろいろ気をつけながらやっていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、お家に来た時からぜひそんな風に教えてみてください。はい、ということでね、まず一番大事なことっていうのは広さです。広さがやっぱり私は関係してるんじゃないかなと思いますので、やっぱりね、そこをね、子犬の時期にね、しっかり教えていきたいかなと思いますので、広さを気をつけていただくっていうのと、
あとですね、やっぱりワンちゃんたちが理解力が上がっていくっていうのは、興奮がどうしてもね理解力を下げてるんじゃないかなと思うところがあるので、単純に言ったらね、本当にワンちゃんたちにトイレの失敗させないようにしていきながら、年齢が上がっていけば成功率って上がっていくとは思うんですけども、なかなかね2歳3歳まで待ちましょうっていうわけにもいかないですし、中にはねすごいねやっぱりアグレッシブなタイプな子だと2歳3歳でもね全然興奮が高い子たちもいたりするので、やっぱりしっかりとしたね運動とかっていうのは私たちはね取っていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、お散歩や遊びをしっかりやってあげると、実はねトイレの成功率変わってくるんだよっていうのもね覚えていただけるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもねトイレ、環境だけ整えるとか自力でなんとか自分だけで覚えてようじゃなくって、私たちもトイレに連れてかなきゃいけないし、フードやおやつを使って分かりやすくワンちゃんたちにトイレ示していかなきゃいけない部分もあるかなと思いますので、うちの子にはまだちょっと早いかな、興奮しやすいよねっていう子たちの場合は、徐々にね気をつけながらね広さや範囲決めていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもねちょっとずつ調整して、お家に来た日からですよ、トイレ教えてみてはいかがでしょうか。